おはようございます、どうもコナンです。さあ今日も元気に推しのカビビをやっていきましょう。まずは前回皆さんからいただいたコメント紹介させていただきます。まずは生粋のコアラさんから。30代独身男性が2人で運営するチャンネルと思えないタイトルですということです。決してエキスをしたいわけではなく、ただ体力を回復させたいというその思いでやらせていただいてます。続いて松坂佐藤さんから、ね、集めてくるスペアより食べてる人の数が多くてそうということです。ちょっと本当に年間インセクトメーターの方がかなりまずいことになりそうです。最後にカツカツさんから、最後のムチルーレットそれぞれやった方が面白いと思うというご意見もいただいてます。ありがとうございます。はい、まあ、じゃあこちらを一応採用、とりあえず今回それでやってみたいと思います。今回、新しくさらに新ルール追加したいと思います。ちょっとあの住居の、あの共用スペースのですね掃除に関してちょっとかなり、曖昧な状況になってきています。はい、まああなたを中心に、え、なんで俺が中心に、いやわかんないけど、あなたの担当してる場所特に怖い状況に、担当がまずない。でも、ももにお前が…ももにお前が使ってるスペースはかなり怖いことになってますけど、で、今回は、ちょっとこの撮影部屋が特にあの汚くなってきてしまっているので、こちらの掃除をかけてゲームを行っていきたいと思います。この一撃手裏剣道場という、これまあミニゲームがありますので、これを全て終わった後、最後にやって、こちら負けた方が、こちらの撮影部屋を掃除する形になりますので、そちらよろしくお願いします。2人ともまだやったことないんで、はい、掃除方法については各自 SNS でお願いします。この動画にはね、あの時間的に収められませんので各自報告をお願いします。はい、それではね、まず普通にステージやっていきましょう。俺前回あなた殺されてるけどね。いや何今その話、過去を振り返るの。いや、過去から学んでいくけど、賢者はね、人は賢者はね、だ、愚者。それでは今回レベル4のところね、ステージ5からやっていきましょう。私 2P でのスタートです。あのキスはちょっともう今回あの特にあの、ルールなしで、なしでいきましょう。あの本当初期のルールで、はいはい、いやそれではいきまーす。寿司でも OK。 はい、てか闇のやつあれなんだ。ない。いや普通にあの吸った押し当てれば遅らせたりできる。ああ、それコメントは、ありがとうございました。ありがとうございます。これは下普通の、これなんだこれ。で、左はちょっとまず左から見るか。あれ、なんだこれ。あ、こっちあるわ。え、入るよ。ああ頼むよ。あ、ファイター、ファイターちょっと、じゃあお前ファイター取っていい、鍵、じゃあお願いします。あ、ナイスナイスナイス、ナイスよ。言っちゃって、はい、ごめん。それ壊した方がいいのか。いや、どうだろう。壊さない。ああ、壊さない、オッケー、じゃあ。オッケー。オッケー、ないですよ。で、入りますと。はい。うん。ファイターいいな。これはこういう面か。これは、なんかちょっとテレサっぽいやつだな。乗るなよ、もう。はい。ビッグウェーブに。これ、下もあるかな。あ、下ありそうだ。ちょっと見るか。あ、なんか壊れた。いや、一旦ここは何もなさそうだね。この下は何もないか。ないな。あ、これは どうする。俺、いやアイスもいるかもな、どうしようかな。いや、俺まあ、コース的なアイスは確かにいりそうな気がしなくもないね。なんかスピアかてか。これは何、わかんない。おっしゃー、両剣。あ、これ来た。はいはいはい、ターン。オッケーオッケーオッケー。ちょっと下見て、ちょっと下見して。いや、多分下ない。あ、ない、はい。もうちょっと、はい、行かないと、それが消えちゃうから。やばい、やったわ。え、いや、ちょっと一回こうやってないと。もう、あ、俺が、もう入る。入って、はい。あ、ここだ。ああ、なるほどね、はいはい。やめて、やめて。やめてっていうの。あれ全然壊れない。こっちはもっと壊さないと。オッケーオッケーオッケー。いや、ありがとうね、意味わかんない。え、うん、なんで。いや、感謝される覚えはね、貴様に。いや、もう取れて視聴者の方にもありがとう。いや、いい。なぜそこで視聴者への感謝が生まれる。なぜ出てこない、まず。うん、いや、まずとかじゃなくて。いや、ちょっとファイター取ろうかな。あ、ファイヤー、え、あ、ごめん、ちょっとファイヤー取るわ。ちょっと待って、
ここで一回出して、はい、下今なんもなかったな。これこれこれ、なるほど、危ない、ちょっとファイヤー取ってけど、やべ、ちょっと待った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 待ってって、いやあるある、いやいやいや、だってもうあっち行くって言ってたけど、ちょっとお前ファイヤー取ればいいじゃん、一回こっち来て、ちょっとだから晴れが早いんだって、お前もうお前そのお前え何をじゃ、だからタイミングおかしいの、お前行くスクロールする、じゃあいつもう同時に行かないと無理だって、さっきみたいになるから。でもお前は本当は無敵で来れるけどね。いやでも勝手にもそうなっちゃうね、スクロールで。いや勝手にってお前これに乗ってるからだけど、うん、ここで空中で撃てれば別に問題ないけど、それなのビームか、あ俺じゃあビームいいな、じゃあ俺ファイヤー取るから、ちょっと来て、乗らなきゃいい話だけど、このビッグウェーブに、ってなって、あ、いたいたいた、ちょっとだから、あ、もう行っちゃ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 う、オッケーオッケー、いや、俺はね、まず前回2回殺されてる、多分それ前回の話を今してるな、なぜ、うん、今回の話をしてるから、なんだこれ、どこ上か、あれ、あ、こっちもある、あれ、こっち、いや、こっちはある、こっちは、え、あ、やべ、もう間に合わないか、いや、こっちじゃないの、いや、そっち戻るやつ、あ、戻っちゃうの、これ、あれ、ただ戻っちゃうだけか、あ、もう一回最初からだ、うん、もう多分、下でダッシュ、回復取らせねえんだよ、こんなギリギリなのに。違う、いや無理に行く場面じゃないでしょ、お前回復取れる、無理でもないから、いや回復取れるって分かってる、別に急ぐ必要ないでしょ、そこは、え、あぶ、ああまあじゃあこれはもう、うん、なしでいい、はい、いやそれはさっきは言ってるけどね。え、何、いやだからさっきの回復せずに入るのが意味わかんない、無理にとかではない、いやなんであそこ急ぐ必要があんの、いや急ぐとかもしてない、いやしてるでしょどう考えても、行こう、危ないよ、うわもう出てこねえんだ、うん、だからもともと無理なのよ、いや違う、え何が違う、いや本当にお前には出せない、あ、鍵がどっかにあるのか、これ壊せないの、あ、壊せるわ、やべ、ミスった、え、何をして、うん、俺、敵壊そうとしてあげてたけど、これを、今は俺は死んじゃった、うん、第1ね、はい、これは、あ、ここ一応見るか、いや、下、下行けねえ、一応、待って、倒すか、あ、下行けないんだ、じゃあ、多分ここに鍵あんのかな、乗るな、もう取れ取った、オッケーオッケーオッケー、あそこに鍵、誰お前がやるのじゃあ次は、次はっていうの、俺鍵さっきやったけど、あーはいはいはい、攻撃してきて、じゃあこれ倒す、うん、オッケーオッケー、入るか、大丈夫だよね、オッケーオッケー、うわ、してる、なんかすごい怒ってる状態になってる、ちょっとこれ倒すか、ちょっとあれも倒してくれ、オッケーオッケー、行っていいよ、オッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー、よし、あ、ここに進むだけかな、なるほど、まあ、いや何がまあまあ、え、回復、なんだこれは、あーこれは、あ、持っていくのかな、オッケーオッケーオッケー、あ、ならない、これなんだ、え、倒して、あ、ビームだ、あ、お前もういい、まあまあまあ、ビーム、まあ、ビームだったらこれ下か壊せるわ、あーちょっともう一回ビーム取るか、じゃあ一回戻る、いや戻って出るのか、いやさっき出る出る、これ一回置くか、
や、まあいいや。お前とりあえずマイナスをしとけば。うん。え、何をしてる？いるから。あ、いるか。オッケーオッケー。オッケー。いけんのか、これ。いや、下に打って。いや。下に打てなかった、今。あ、無理か。いや、多分無理っぽいな。下貫通しないか。あれ無理なんだ、うん、え、じゃあなんだあれ。ファイヤーでもないし、あ、なんかウィップ的な。いやでもそんなあったかな。ないか。この先にいるとこか。いやまたあるな。あ、あ、なんかありそうだ、あれってか、あれ、え、え、なんで投げちゃうの。危ない。なんかむしろあれに近いな。スーパーなんとかでみたいなの入れてほしい。スーパーなんとかなんてたくさんあるけどね。スーパーロボット大戦みたいな。危ない。何？いやだからなんかあるじゃん。てかこれいるか、そもそも。あ、待って、これなんか、あ、それで溶かすじゃないか。違うのか。なんなんだ。いやでもこれ正直そんなに、いや、それとも装飾でただ光ってるだけなのかな。いや、一応持っていっといたら、なんか今後使うかもしれない。そこにまたある。あるんだ。照らすだけなのかな、これ、ただ単に。わからん。なんか、いやだから、あれがある、あ、あ、これ壊すんだ。え、え、なに、どうなった。あ、あ、ちょ、これ、でもいらないと思う。いらない。1個は、いや、1個持ってて、じゃあ。え、なんで。あー、ごめんごめんごめん、はいはい。いや、なんか、あの、次でかくなってるコピーのやつあるじゃん、はい、あれに、で、なんか欲しい。あ、やってみした、最悪。え、これ僕あるか、ここあるわ、そこに。え、出てきて。はい、ちょっとじゃあ次頼むわ。え、なぜ。いや、ろうそくな。え、なんで。まあ、じゃあやるけど。え、あんな一回で諦めたってこと。いや、違う違う違う、順番的に。いや、順番的にだからあなたなんだよ。俺一個まず完走したから、リレー。うん、リレーリレー。助けつないでここまで来たから。よし、とえ、ちょっとこれは何。はいはい、まあ、押すなよ。押して、押せねえ。そうそう、ナイスナイスナイス。これちょっと次でいくわ。はい、これはもう入るしかないのか。いやだから全然これの意味がそんなないかったね。はい、どっかあったかな、なんか。あ、まだも、あ、ここに鍵があって、はいはいはい。あ、ローが溶けてきて、鍵持つと切れて、切れるんだ。ちょっとあれ倒しちゃってくれない。はい、うん、オッケーオッケー。これこいつも倒す。ダウン。えっ、止まらない。オッケー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 。俺も倒すか。あ、待って待って、どっちを開ける。まあ、もっと左を開けんのかな。左開けて右じゃない。はい、じゃあちょっとファイヤー準備しといて。はいはいはい、ナイス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 。うん、え、いや、これは完全な共同作業だけどね。いや、あなた逃げたけど。いや、じゃあ俺コピー持ってないから。コピーって。いや、違う違う、コピーないからね、今俺。うん、いや、だから役割分担だよ。いや、コピーだから、あなた自分で失ったんだけど。いや、これ大丈夫か。いやー、ちゃ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 ちいや、仕方ないって仕方なくないけど、うん、あなたがそうしたんだ。はい、それでは俺が1ピーになりました。よし、それではボス行ってみましょう、はい、まあ多分あるでしょう、ボス戦の前に。あー、ないか、あるかな、確かに。あるか、ある、あるね。これは手裏剣かファイターかファイヤーか。ちょっと俺ファイヤーにしよう。え、かぶるけど、じゃあ俺、じゃあちょっと忍者にするわ。忍者も、なるほど。よし、それでは行きましょう。さあ、おっと、さあ、新しいボスのと
ドンキーっぽいボス来ました。なんだよ。あれ、どうなんだ。あぶれ。下来るか。いや、危ない。あれ、あぶれ。これアイスかな。いやまず。やべ、あぶね。危ないよ。おーい。当たんねえな。危ない。あーべ、当たっちゃった。やばい。ちょっとお前そっち取んない。俺取ったよ、こっち。オッケーオッケーオッケー。ちょっと、どうなる。なんか来る。危ない。危ない。いや、最悪。危ね。オッケー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 。あんま攻撃当たってねえな。やばいな。危ない。来るよ。やばいやばいやばい。来る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 。危ない。あぶね。あーべ。やばい。危ない。やばい。あー。何をしてる。危ない。あとはまたか。危ない。忍者全然働いてないけど。こっち来るか。あ、これか。危ない。やばい。危な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 い。そっちか。上がってるんだ。斜め上のこいつが忍者ねえのか。いやー、また当たるか。当たった。やばい、取れない。危ない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 。あ、これ下行くかな。な、なんだこれ。なわりなわり。ちょっと下行って。やばい危ない危ない、やばい、危ない。どのコース。やばい、いやいや、死ぬなよ。やばい、やばい、いやまず、ちょっとダメだ。お前、なんで自分のコピー捨てたの。いや、やばい。やめてって。危ない。いや、強っ。あ、俺と下間違えた、ごめん。お茶使え。戦え。やばい、やばい。青赤。いやー、これいや、お前全然攻撃してない。それできる。はい、ちょっとじゃあファイ、次俺ファイヤーやってみます。じゃあファイター行くわ。よし、ちょっと待ってよ。どれするんだ俺は。何を、なんで寝てる。いや、寝てないよ。ちょっと待って、俺も。いや、ガードして。いやー、何をして。強っ。はい、じゃあボスね、私がちょっとムービー、あ、ビーム、取って、ポンピーカッター取ってやってみます。はい、防御、ガードマジ大事。ガードがね、これね、動きながら難しいんだから。動きながら無理だ。動きながらやるもんだよ、そもそも。当たんないか、当たってる。いや、動き当たってる、当たってる。やばい、そっちか。ダメだよこれ。いやー、そっか。 A のガードの方がいいかも。危ない。やばい、見てな。消さないで、消さないで。オッケーオッケーオッケー。危ない、お前攻撃したよ今。いやー、危ない危ない危ない。いや、危ない危ない。オッケーオッケー。ナイスナイスナイス。いいいいよ。ビーム溜めてもいいけどね。うん、まあ、まあ、でも今溜めなくてもいいか。あ、今振らないのか。で、降りて。あれ、いや、危ない。お前そこで攻撃して。これちょっと待って。あ、俺振らない。今振らない。オッケーオッケーオッケー。危ない。オッケーオッケー。当たってる当たってる。いいよいいよ。ガード、そう、ガード覚えたら全然違うな。うん、そうか、もっと早く使えばよかった。オッケーオッケーオッケー。やばい、もうかなりいい感じよ今。オッケー、いいよ。ナイス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 。いいよー、かなり。やばい、一旦ガードしよう。危ない、もうちょいもうちょい、これ大丈夫。いや、足りないか。やばい、そこか。オッケー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 。今回ないですよ。オッケー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 。
いや、ガードもっと使えなかった。全然その第一線気づいてなかった。よし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 。これどこだ。さあ、また一つ部員が追加されました。これなんだ。先頭の方につくのかな。そんな感じはする。さあ、これはなんだ。エンブレムか。はい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 、エンブレムが増えました。はいはい、ちょっとね、区切りがいいので、今回ステージはこのボス戦で終わりにしたいと思います。この後は手裏剣のゲームで掃除の当番を決めましょう。はい、それではこの一撃手裏剣道場やってみましょう。はい、じゃあ一回練習ね。はい、じゃあ一回だけ練習します。なぜちゃんと遊び方が見えない。画面の外から入ってる動く的に手裏剣を当てろ。真ん中に近いけど近いほど点が高い黄色のタイルはドンピシャボーナス。はいはい、合計点が多い人の勝ちと、はいはい、まあ、シンプルなゲームですね。じゃあちょっと1回だけ練習してみます。はい、じゃあこちらで本番とさせていただきます。はい、名人ステージです。はい、もうこれで負けた方が、はい、そうです。はい、絶対勝つ。よっしゃ、いくぜ。あーよっ、よっ、じゃあ俺の方が上じゃない。いや、二人ともドンピシャかね。いや、勝った勝った。ちょっと遅いか。よし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 。いや、どうなった。おしよ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 し、やばい。いいよ、ドンピシャってでかい。いやいやいや、ドンピシャのドンピシャでかいよ。やばいやばい。よしよしよし。いやー、それだめだ。あっか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 っ。いやいやいや、いくぞいくぞ。おやべーし、ドンピシャー、まずい。やばー、これ5の的だよね。やべー、かか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 あっか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 ー。 え大丈夫やね、さすが。え、でもここです。やべ、俺今のドンピシャ当てないといけなかった。どうなったどうなったどうなった。さすが勝ったでしょ、サイドとはいえ。ドンピシャ俺多いもんね。よーあぶねー。え、最後よし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 。虫もいいや、今日は意味が。そのうちです、こいつは。よし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 、じゃあ綺麗にお願いします、撮影の方。よろしくお願いします。いや、気持ちいい、終わりました。よし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 。それではこの後、カウントです。はい、それでは結果発表していきます。まずスピア獲得枚数、ポンピーに私が0になります。そして死亡回数が4回。ただですね、最後の雲ジャンプのところでマイナス1となりますので、私の食中数は5匹になります。5匹以上となりますので、バットを失礼します。え、なんで、はい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 、意味がわかんない。はい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 、ちょっとじゃあ今回試しに虫ルーレットやってみます。それでは今回のルーレットやっていきましょう。ゲンゴロウとね、バッター50、50ぐらい、もう約50、50ずつですが、一応免除というのが 2% 追加されました。はいはい、それではルーレットお願いします。はい、気持ちを壊してくれよ、さすがに。茶色止まれよ、せめて緑だぞ。あーああ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 あ。何笑ってんだよ、てめえ。え、何笑って、何が面白い、こんな虫食ってんの。画面王に遭遇は。画面って何。え、ってか、なんかもう俺は、こんなちっちゃい子、なんか選ばれたものに、そう、選ばれしてるんですけど。うん、え、たまたま出てきたのはこれだけどね。え、え、あーあああああ
何をしてんだよ。あ、いや意味が分かんない、その無食中心で宣伝みたいな。いやいやいや、彼女も食中してるんだ。いや、その宣伝タイム稼ぐためのことじゃないけど。いやいやいや、なんかネットコマーシャルです。食中コマーシャル。いや、何の宣伝にもあってないけど、別にこの DVD 中で食中してるわけもないし。さあ、こちら好意お願いします。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。